RLX は、ホンダ技研工業が生産し、アキュラブランドで販売されたセダン型の乗用車である。アキュラ RL の後継車種で、生産は、RL に引き続き埼玉製作所で行われる。モデルチェンジにあたって、前輪駆動と前輪駆動の2つのモデルに対別された。2012年4月4日のニューヨークオートショーにおいて、アキュラのフラッグシップセダンのコンセプトモデルとなる。 RLX コンセプトを世界初公開し、量産モデルは2012年11月28日のロサンゼルスオートショーで FF モデルが初公開された。FF モデルはプレシジョンオールホイールスティアーと呼ばれる四輪ソーダシステムを搭載し、2013年春より全米で販売を開始した。スポーツハイブリッド SH オードを搭載した。 ハイブリッドオードモデルは当初2013年後半発売と発表されたが、後に2014年春の発売と発表された。しかしながら、技術的問題によりさらに発売は延期となり、ハイブリッドオードの2014年モデルは2014年9月26日より、販売を開始した。延期の影響により、ハイブリッドモデルは2015年モデルが存在しない、こととなった。 エクステリアは、アキュラリュックスに続いて、エアロフューズドをデザインモチーフにしており、空力を重視した流線形デザインとなっている。10個の LED モジュールと上下ペア計20個のレンズを備える、ジュエルアイヘッドライトを全グレードに標準装備し、アキュラブランドの新たなデザインとして取り入れている。テールライトもリング状の LED アレイを用いた特徴的なものを採用した。 ボディサイズは RL 比で全長はほぼ変わらないが全幅も 43mm 拡大されたほかホイールベースが 50mm 拡大し後部座席の足元など室内空間がより広げられたまた熱管スタンプ材をはじめとした配点材やアルミニウムを多用し剛性を高めつつ重量増加を抑えたドアはアルミニウム合金のアウターパネルと鋼の インナーパネルを組み合わせたハイブリッドドアを量産車で初めて採用した。フロントサスペンションは新しくロアダブルジョイントアームを採用したダブルウィッシュボーン式サスペンションを搭載。ダンパーはリュックスやアキュラ RDX にも搭載されている2つのピストンバルブを持つ振幅リアクティブダンパーを採用。EPS はアキュラでは 初採用となる可変ギアヒベルト式が用いられた。エンジンは、アイビテック、直噴 VCM などを採用した3.5リットル V 型6、気筒の J35Y 型で、アキュラブランドでは、初となる、アースドリームズテクノロジーラインの機種。最高出力は 310HP を発生し、気筒急止は、リアバンクの3気筒を止める2ステージで、 前輪駆動モデルではこのエンジンに6速 AT を組み合わせる。別サのコンポーネントを活かし、旋回中に前後の内輪側にブレーキをかけるアジャイルハンドリングアシストを採用する。FF モデルに搭載されるプレシジョンウォールホイールスティアーは様々な走行状況のパラメータをもとに、電動アクチュエーターで後輪の投下度を左右独立し、短制御するシステムである。 旋回時には逆位相制御に加えて、アンダースター低減制御が行われる。高速走行の車線変更などでは、同位相、ブレーキング時には左右倒印となり、安定性を向上させる。最大切れ角は1.8度。スポーツハイブリッド SH オードは、リチウムイオン電池を使用するハイブリッドオードで、トランスミッションにモーターを内蔵した7足、DCT が搭載される。 DCT 内蔵フロントモーターは3 5ット、3 0 0 0 r p m 109ポンドフィート 500-2000rpm を発生。リアには左右2つのモーターが独立して左右後輪を駆動するトムを搭載プロペラシャフトがないトルクベクタリング 4WD を実現している。モーターはそれぞれ2 7ット、3 6 0 0 r p m 54ポンドフィート0から 2000rpm を発生。エンジンと合わせたシステム出力は 377hp となる。モータートルクはそれぞれダブルピニョン式優勢歯車によって約1、9に減速されてタイヤに伝わる。ユニット中央には、湿式多板ブレーキとワンウェイクラッチが備わり、通常走行時はワンウェイクラッチ、改正時、更新時は 湿式タバンブレーキがリングギアを固定する。時速 120km 以上の高速走行では、リングギアがフリーとなり、モーターの回転数超過を防ぐ。リングギアがフリーとなっても、左右リングギアがつながっており、トルクが消し合い低速回転するため、トルクベクタリングが可能。走行モードは6つあり、路面状況によって後輪を駆動する。 バッテリーが十分であれば低速時や発進時にはリアモーターのみで走行する。フロントモーターによる補助は急発進時などに行われるが通常のエンジンドライブモード時には主に発電機として機能する。エンジンはアイドルストップシステムも搭載。EPA 推定燃費は28、32、30mpg と FF モデルに対し総合モードで25%の 燃費向上を果たしている。トランクに搭載される IPU には72セル、1.3kWh、260V 出力のリチウムイオン二次電池を採用している。インテリアではセンターコンソールに備えた8インチナビスクリーンに加え、オンデマンドミューリティ、ユーズディスプレイと呼ばれる7インチのタッチパネルディスプレイが備わり、オーディオコントロールなど様々な機能を使用できる。また、 クラウドベースとなった双方向通信機能付きの次世代、アキュラリンクを初搭載し、アキュラリンクのウェブサイトや携帯端末からの設定、カスタマイズが可能となっている。エアバッグシステムは運転席側に2エアバッグが追加され、計7つとなった。ハイブリッド 4WD モデルでは、シフトノブに代わり電子式、ギアセレクターを採用。 トランク容量は11.6立方フィートと FF モデルの14.9立方フィートより小さくなる。グレードは RLX、RLXWithNavi、RLXWithTechnology、RLXWith、CrelOdio、RLXWithAdvance の5つ。2014年9月発売のスポーツハイブリッド SH-Old モデルでは WithTechnology パッケージと ウィズアドバンスパッケージが選択できる。RLX ウィズテクノロジーより上位グレードでは19インチと1インチアップしたノイズ低減ホイールやブラインドスポットインフォメーションを搭載。RLX ウィズクレルオーディオより上位グレードではクレル社と共同開発した14スピーカーのクレルオーディオシステムを初採用する。最上位の RLX ウィズアドバンスとグレードで搭載される。 アダプティブクルーズコントロール ACC には新たに時速 40km 以下で機能する低速追従機能が追加された。前方車両が停止すると自社も停止し、前方車両の発進時にはディスプレイで通知を行い、アクセルペダルの踏み込みを呼び、ステアリングスイッチの操作で追従を復帰する。前席シートベルトの E プリテンショナーは、 新たに通常ドライビング中のコーナーでの要変化に対応しテンションを調節する。その他追突被害軽減ブレーキ、レーンキープアシストシステムなどを採用する。スポーツハイブリッド s h オードモデルではヘッドアップディスプレイを採用。速度表示やナビゲーション、s h オードの駆動力配分モニターやタコメーター、コンパス、クルーズコントロールやるこす情報。 FCW など様々な情報を表示する。さらに s h o ド専用装備として、リアクティフホースペダル、後部座席足元照明、LED フォグライト、専用19インチホイールなどがある。2015年3月より2016年モデルの販売を開始した。ハイブリッドモデルは遅れて2016年春に発売予定。2016年モデルでは乗り心地や ハンドリンク特性、NVH 性能の向上のための細かな改良が加えられた。リアスタビライザーの合成が下げられ、前後サスペンションの減衰力とスプリングレートも下げられた。ダンパーのピストンロット系を大きく、フロントサスペンションのアッパーマウント、リアサスペンションのバンプストップが改良された。FF モデルではグレードが r l x ウィズナビ RLX with technology RLX with advanced ジの3つに整理された。ホイールサイズは全モデル19インチとなった。ACC や CMBS、ルコスなど先進の安全装備をセットにしたアッケラワッチが上位の2つのグレードで標準装備、ナビでオプション設定される。アッケラワッチの RDM とクロストラフィックモニターは RLX 初搭載となる。アドバンスパッケージにて4つのカメラで、駐車時など、周囲の360度視界をモニターに作り出す、サラウンドビューカメラさんがアメリカで、初搭載された。2020年に販売を終了したが、日本向けであるレジェンドは継続販売する。ありがとうございます。